はいどうも、こんにちは。道とです、えー。今日なんですけれども、ちょっと予告動画ですね。これから、えー、次、英語の動画を出しますけど、びっくりしないでねって話をし,しようかなと思います。で、英語の動画を出す理由なんですけれども、YouTube の広告ですね。ちょっと前回出してみたところ、日本では YouTube の広告単価が、だいたい1再生あたり5円から10円ぐらいの間に収まる感じだったんで、まあ、これって実は結構、Google の広告、Google 検索の広告よりも安くて、YouTube の広告って結構安いなと思ってびっくりしたんですが、 インド人に対して出したら一体広告単価いくらになるんだろうってのが知りたくてだからまあ英語の動画を作ってインド人だけを限定に広告を出してですね1再生いくらぐらいになるかっていうのをちょっと試してみたいなと思っていますでインド人の大卒初任給が大体日本人の5分の1ぐらいって言われてるんですけれどもまあインド人ってもともと大卒が日本人より少ないのもありますしスマホとスマートフォンをみんな持ってるんでだったらまあ購買力からすると平均年収とか,から考えると 5分の1よりももうちょっと安いんじゃないかなと思ってます。だからまあですね、もしかしたら1再生1円未満でインド人には告を5かかせるんじゃないかっていうふうな気がしていて、それをちょっと試そうかなと思っているところですね。なんでまあ次の動画が英語,英語になってしまうんですけど、びっくりしないでくださいというお話でした。で、動画の内容なんですけども、これ。えー、またですね、前回もちょっともしかしたらどっかで動画を作ったかもしれないですが、牛乳の話をしたいなと思ってます。 牛乳の話っていうか、トーンドミルクの話ですね。トーンドミルクが何なのかって話をちょっとしていきたいなと思ってます。で、ちょっとまあ、その同じ内容を日本語で説明しておこうと思うんですが、トーンドミルクの製法ですね。僕が Wikipedia から理解している限りのトーンドミルクの製法を説明した上で、でもそれだったら売ってるトーンドミルクって話が合わないじゃないかって話をしていきたいと思います。ちょっとまあ説明の話を資料を加えながらしていこうと思うんですけども、 まず牛乳って何からできてるかっていうと、水と虫乳固形分と乳脂肪、この3つからできてるっていうようなですね、説明がよくされます。で、インドでは水牛がいるので、水牛も水と虫乳固形分と乳脂肪からできてるんですけれども、水牛のミルクって乳脂肪の量が牛乳よりも多いらしいんですね。大体倍ぐらい多いらしいんですね。で、これでちょっと実験した、実験してできたのがドーンドミルクらしくて、 1リットルの水牛のミルクを用意します。で、1リットルのバッファローミルクに対して、1リットル水を足すと、こういう1リットルの、まあ、合計2リットルの、1リットルのバッファローミルクと、1リットルの水っていう液体ができるわけですね。で、この液体、え、え、合計2リットルなので、1リットルずつに振り分けます。で、この時に成分比べてみると、乳脂肪の量が牛乳と一緒になるんですよ。だから、もともと1リットルのバッファローミルクしかなかったのに、 1>, 1リットルのバファローミルクから作った1リットルのバファローミルクと1リットルの水っていう液体は乳脂肪の量が一緒なんですね。で、これをまあちょっと利用して作ったのがトーンドミルクなんですが、この時ちょっと問題なのは虫乳固形分が足りないんですよね。水で割っちゃってるから虫乳固形分が足りないっていうのがまあ問題になるわけです。で、ちょっとまあこれ一旦置いといて、えー、牛乳から作れる別の乳製品の話を考えていきたいんですが、 牛乳から作れる別の乳製品、バターがあります。この、まず最初に2リットル牛乳を用意して、ここからバターを作ることを考えると、バターって乳脂肪と、ほんのちょっとの虫し乳庫ケ分とまと、ほんのちょっとの水なんで、ここからバターを作ると、こんな感じなんですね。余るんですよね。虫乳庫ケー分と水が余るんですよね。牛乳から乳脂肪をメインのものを作ろうとすると、余ってしまうのが、この虫し乳庫ケ分でまで、あ、これのことを、スキミミルクとかって呼んでるわけです。 で、ちょっと前のバッファローミルクと水足した液体について、えー、もう一回思い出したいんですけど、これって乳脂肪が一緒で虫乳孔成分が足りなかったわけじゃないですか。だからバターを作った時にできちゃう副産物のスキムミルク。これをさっきの液体に足せば、ちょうど牛乳と虫乳孔成分と脂肪の量が一緒の液体が完成するんですよね。だからバターを作った時にできるあまりかすのスキムミルクを使うことによって、水え牛乳と同じ味の ものを半分の水牛から作れる、水牛のミルクから作れるってことでコスパのいいミルクができるっていうのが、まあトーンドミルクの発想ってことが Wikipedia に書いてある限りの説明です。多分僕これこの理解、Wikipedia の読み方は合ってると思うんですけど、問題がこの製品なんですよね。インドで売ってるこっちの製品。これトーンドミルクなんですよ。はい。これダブルトーンドミルクって書いてますよね。で、ダブルトーンドミルクって、トーンドミルクはまあもともとさっきの説明だと2リットルの水牛から 水牛のミルクから、えー、水を加えてましたけど、ダブルトーンドミルクは多分3リットルの水牛のミルクから作るみたいな感じで、乳脂肪がちょっと減っちゃうやつみたいなのがダブルトーンドミルクらしいです。まあ、これもウィキペディアの説明です。で、問題はこの、えー、原材料ですね。原材料を見てもらいたいですけど、これカウミルクって書いてあるんですよ。カウズミルクって書いてあるんですよね。カウズミルクとミルクソリッ率のカウズミルク。だからこれ水牛関わってないんですよで。水牛関わってないんだったら、じゃあバッファローミルクの説明って何だったのか。 っていうのが、まあ、僕がまだ理解できてないところです。で、これを、まあ、動画にして、インド人から回答が得られるのかってところも、まあ、ちょっと知りたいんですけど、まあ、主目的としては、英国単価ですね。で、まあ、コメント欄に答え書いてくださいみたいな話をして回答得られれば、それはそれで面白いと思うんですけど、ちょっとこれね、わかんなかったら問い合わせるかな。一番売れてる牛乳のメーカーが、 アムールってメーカーだと思うんで、まあ、こことかに問い合わせてもいいかなと思ってます。いろいろ今用意してるんですけど、これもトーンドミルクですね。これはトーンドミルクなんですけど、原材料よりトーンドミルクって書いてあって、もう何の意味もわかんない。ただ、こっちはトーンドミルクの原材料で皮ミルクって書いてあるんで、ああ、牛のミルクなんだなってのわかるんですけど、まあ、ちょっとね、わかんないところ多いんで、動画にしてみようかなと思います。もしご存知の方いらっしゃいましたら、この動画のコメント欄に日本語で回答いただいても結構なんですけど、 まあちょっとですね、英語の方の動画も楽しみにしてみてみようかなと思ってます。はい。では、今日はありがとうございます。